そう。わからんぞ。
あれか、ありがとうございました。
この主観モードでひょっとしたら
彩子姉ちゃん、いつもありがとう。僕からはこれ。ん？これは？ごめんなさい。いつも本当にありがとう。はい、これ。みんな。しばらく彩子ちゃんが休めるようにってみんなで考えたんだよ。最後は俺から。宿題、お手伝い券いらねえ。できねえくせに。彩子に迷惑かけてどうすんだ。なにありがとう、みんなありがとう。何？勝てると思ってんのか？うわっ！
俺が沖縄の未来を救ったんだ。すごい。俺が沖縄をでっかくしてやる。お前らみんな俺についてこい。トモちゃんかっこいい。どうだ、すごいだろ。すごい。そうさ、よし、今日は飲むぞ。待て。タミヤから聞いた。あんたが中原や大吾を撃った理由、そしてあんたがトーマを殺そうとしていることも。俺を殺す。タミヤは俺にあんたを止めるように頼んできた。たとえ CIA の命令だろうと、こんなことをするのはあんたの本心じゃないはずだ。CIA だって。そうか、先生か。タミヤ先生が俺を殺そうとして。動くな。あんた本気でトーマを殺す気か。桐生一馬だってな、お前も勝って極道に来た男なら、親の命令がどれだけのもんか分かるだろう。何？俺にとって CIA は親。殺せと命令されたら、たとえ相手が誰であろうと殺すしかない。一緒に地獄で会おう。逃げろ。どういうつもりだ。俺はトーマを救い出し、あんたも救う。タミヤと約束したんだ。タミヤめ、相変わらず甘い男だ。俺はあんたにこれ以上人を殺してほしくない。俺は命令に従う。俺を止めたければ分かってるな。ああ、あんたを倒すしかないということだな。さすがは兄貴が見込んだ男だ。物分かりがいいらしい。兄貴と同じ血の通った俺をお前は殴ることができるのか。さあな。だが重要なのは血じゃない。俺とおやっさんは絆でつながってる。その絆しっかり見せてもらおうか。桐生一馬、覚悟。うっかりさせないでくれ。やろう。
うわっ、がっかりさせないでくれ。やろう、うん、ふっ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 、
どうやら俺も年のようだな。あんたが若かったら勝てたかどうかわからんな。俺の負けだ。タミヤの望み通り、そこのボーイのことは忘れよう。そこの？トーマ。キリュウさん、あなた本当に先生に頼まれてここに？ああ。どうして、どうしてタミヤ先生は俺を助けるようなことを？タミヤはお前のことが好きなんだ。俺を？ああ。なんで俺は先生を裏切ってミネを？タミヤにとってお前が裏切ったかどうかは問題じゃない。お前の沖縄を救いたいという熱い思い、タミヤには伝わっていた。タミヤはお前がいい政治家になると言っていたぞ。先生、タミヤ先生、すみません、すみませんでした。寝てしまっていたのか？ああ、1時間くらいだな。あのボーイは？最終便で東京へ帰った。タミヤに直接会って謝りたいそうだ。そうか。あいつもタミヤと同じで気持ちで動く男なんだろう。タミヤが好きなのがよくわかる。
大吾は今どこにいるんだ。東京東都大医学部附属病院だ。東都大？カムロ町の目と鼻の先か。ああ、数時間前 CIA 本部がその情報をつかみ、ついさっき俺も知った。すでに峰が動き出していたとしたら手遅れにもなりかねない。行くのか。ああ、急げばまだ最終便に間に合うはずだ。おじさん、桐生のおじさん。おじさん。大地、お前どうしてこんなところに。大変、大変なんだよおじさん。どうしたんだ、何があったんだ。朝顔が。この施設が好きか。俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。まあ、自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。お姉ちゃん、はるか姉ちゃん。やれ。ダメ、壊さないで。イズミ、やめろ。お願い。うるせえ、このガキが。お願い、やめて。ミキオ兄ちゃん。ミキオ、何なんだこいつ。こいつは壊させねえ。ミキオ、何手止めてんだ。それ仕事ぶっ潰せ。はい。ミキオ、もういい、逃げろ。うわ、相手はこっちだ。玉城、てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、
俺の命が欲しいならくれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。俺はまだ1年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。おやじ。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと。おら、やれ。とにかく大変なんだ。おじさん、すぐに朝顔に来てよ。わかった。おじさん、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 怖かったよ。ちょっといいか。
兄貴。ミキョは三木を三木を三木を、おしき、すみません。朝顔が。いいんだ、いいんだ、そんなことは気にするな。おしき。なんだ。親父を頼みます。分かってる、中原は絶対に俺が連れ戻す。よか、ミキオ、ミキオ、おい、ミキオ、もしもし、本当ですか？はい、そうですか、わかりました、よろしくお願いします。それじゃ。ミキオ、一命は取り留めたようです。そうか、はあ、よかった。それじゃ俺はそろそろ行く。親父のところですか？ああ、確か琉球街の外れの闘牛場だったな。はい、1年前から玉城組がアジト代わりに使ってる場所です。分かった、兄貴、俺もお供します。ダメだ。え？お前も足を撃たれてるんだ、すぐに病院に行け。兄貴、でも俺。ダメだと言っているだろう。今ついてきても犬死にするだけだ。兄貴、カムロ町の時とはわけが違う。今回は連れてはいけない。でも俺は流動一家の若頭です。子分やられて親拉致られておとなしくしてるわけにはいかないんだ。俺だって一人前の男になりたいんだ。気持ちはわかる、だが今じゃないはずだ。え？死ぬと分かってて戦うのが一人前の男ってわけじゃない。男なら命を張る場面はきっと来る。お前にその時が来たら思い切りやればいい。今は俺を信じろ。
あ、しまった、アイテム、回復アイテム買っといてよかったな。またお前か。やっと会えたな。中原はどこだ。まあまあそう焦るな。こっちは一年ぶりの再会を楽しみにしてたんだ。峰会長にお前に会わせてやるって聞いたときは嬉しすぎて鳥肌が立ったよ。峰は、峰はどこだ。とっくに帰ったよ、東京にな。俺の役目はあの養護施設をぶっ壊すこと、それにあんたの足止めだ。あんたをここで殺せば白鵬会から10億円、ついでに流動一家を潰せば沖縄は全て俺のもんだ。貴様、ま、時間はたっぷりあるんだ。あとはゆっくり楽しもうじゃねえか。中原！キリュウ。いい絵じゃねえか。昔はブイブイ言わせた極道門と闘牛の対決、こりゃ見物だぜ。玉城、お前、ちょっと待て。闘牛ってのはな、銃の音に敏感に反応するんだ。もし俺がこの銃ぶっ放したら中原に向かって突っ走るぜ。それでもいいのか。中原の始末は後回しだ。まずはお前を血祭りにして、その後たっぷり闘牛と遊ぶとしようじゃねえか。そうはさせねえ。誰だ。すんません兄貴、怒らないでください。お嬢が、お嬢が一人でここに行こうとするもんで。リキよ、さ、先。兄貴に来やがったこの死に損ねが。タマシロ、もう警察には連絡済みだ。10分もすりゃおまわりがここになだれ込んでくるぜ。なんだと。お前みたいなやつは兄貴や親父が相手にするような価値ねえんだよ。くそが。そうか、お前ら中原が死ぬとこよっぽど見てえらしいな。それなら望み通り見せてやるよ。長原、てめえと流動一家はこれで終わりだ。おやじ、中原、お嬢。
中原。なんだと？玉城、久々に思い出したぜ。町で暴れ回った頃の自分をよ。チッ、桐生、桐生、俺は平気だ。そっちはお前に任せた。分かった。力也。はい。警察が来るまであと何分だ。7、8分です。よし、じゃあそれまでにこいつら全部片付ければいいんだな。はい。時間がねえ。遊びは一切なしだ。さっさと片付けさせてもらうぜ。上等だ。てめえら、そいつをぶっ殺せ。Hmm!
これくらいでへたばっちまうなんてお互い年だな一緒にするな酒お前しゃべれるようにいっぱいかけてごめんな力也敵に背中見せんのは素人のやることだこれでお前も終わりだひと足遅かったかリキア撃たれちゃったみたいです兄貴自分どこを撃たれたんですか大丈夫大丈夫だこんな傷すぐに良くなるおいしっかりしろしっかりしろあ、兄貴これって俺命にってやつなんすかねお俺は兄貴を守ったんすよねなら俺は
それでいいや。力也、お前、お俺楽しかったっす、兄貴に会えて。おい力也、何言ってんだ。これで俺も一人前の男かな。力也、兄貴はかっこいい、さ、最高に。力也、絶対に あの峰ってやつに。峰か、峰になんだ。まあ、負けない。笑った、分かったから死ぬな、死ぬな、リア。すみません、リキア。おい、リキア。おい、お前何勝手に死んでんだよ。おい、俺は許さねえぞ。おい、リキア、一応しろ、リキア。時間よ止まれ、命の ここまででちょっと休憩に入ります。トイレ休憩してきます。それではいいところですが、すいません、チャンネル登録して次のパートを見てください。よろしくお願いします。